パウロのコリントの教会への手紙。皆さん、私が福音を告げ知らせても、それは私の誇りにはなりません。小説に入られないことだからです。福音を告げ知らせないなら私は不幸なのです。自分からそうしているなら報酬を得るでしょう。しかし、知られてするならそれは委ねられている務めなのです。では私の報酬とは何でしょうか。それは福音を告げ知らせるときにそれを無報酬で伝え、福音を伝える私が当然持っている権利を持ちないということです。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。弱い人に対しては、弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対して、すべてのものになりました。何とかして、何かでも救うためです。福音のためなら、私はどんなことでもします。それは、私が福音に共に預かるもの、となるためです。神の御言葉。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。全世界に行き、すべての人を私の弟子にしなさい。私は世の終わりまで、いつもあなたがと共にいる。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。マルコによる福音。その時、イエスは11人の弟子に
現れて言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方、弟子たちは出かけていて、至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。主の御言葉。
you.